こんばんは。今回はこっちですね。サテラの性能を見ていきたいと思います。まあジークも当たったので一応まあ次の動画にしようかなと思います。で、まあ、サテラなんですけど、まあじゃあ性能を見ていきますか。まあ、リーダースキルがまず試合開始時1ポイント間コートが回生になる。回生中は燃焼ダメージ必中化&回復量ダウンの効果アップ。凍結が無効化。氷塊の完成効果無効。燃焼レベルプラス3。環境効果や他の天候と重複して発動可能と。まあでも結構効果強いっすね。まあ1ポイント間とはいえ、初手から結構強そうですね。で、オートスキル。相手の打球の着弾点と SS ゲージの蓄積状態が見えるようになる。さらに燃焼無効と。まあ、見切り千里眼燃焼無効と。結構詰まってますね。はい、クイックムーブ取得。スタミナが緑色でスイングエリアプラス 10% と。まあ、これも無難に使いやすい。うん。SS、5秒間相手の球速が遅くなる。スタミナ150回復。2ポイント間回生。30秒間特殊状態の高速飛燕。状態中打球時に対応弾発射。移動速度プラス 15% 打球に 10秒間燃焼レベル3付与。球速アップ、ダイレクト無効、地面無効と。いや、これまた詰まってますね。で、オートスキル。回生の時スタミナダメージ無効。大雨の時スタミナ除くパラメータマイナス 20%。まあ、サーロインとかウィンナーと一緒ですね。まあ、自分の得意な時は強いけど、苦手の時は弱いと。特殊状態中の SSGS 選球時、自身の特殊状態を10秒間延長する高威力高速オンザラインサテライトショットを放つ。長っ高威力高速オンザラインサテライトショットを、まあ、打てるので、まあ、セレナとかが相性いいんですよね、やっぱり。ホセニャン見た時のやつでも言いましたけど。で、太陽弾は接触で20の必中ダメージ&10 秒間燃焼レベル3と球速を遅くする効果を付与する地面型ギミック。まあ、要は、M 闇のギミックを発射できるみたいな感じなんですけど、M 闇の場合はもう固定の位置に置かれますけど、固定っていうかまあ追尾はしてんのかな、一応。まあでも地面に張ってある状態だから避けようと思えば避けれるんですけど、これの場合は向かってくんで。で、こっちジークとペアの時大雨時の自身のパラメータダウン効果無効となり、回生と大雨が重複した時スタミナダメージ無効と。まあまあまあジークと組んだら普通だったら相性合わないんですけど、まあでも強いと。はいはい。で、まあ、ちょっとちょっとだけ配信の方で使ったんですけど、さあまあ、セレナは普通に見れるかなと思いますし、他のキャラも大抵見れるんじゃないのかなと思いました。無難にやっぱ使いやすくて。で、その時はこれ使ったんですけど、このラインズマンティナのラケット。これ燃焼レベル2するので、これでこのリーダースキル、そもそもリーダースキルがまあ回生になれば燃焼レベルプラス3 でこの SS 打つと打球にレベル3がつくので燃焼3プラス3で6になった後にオートスキルで8で、スロットスキルで10にすることができて、これで遊んでた感じですね。まあこれでも悪くはないんですけど、まあ無難に別にシルビアラケットとかでいいんじゃないかなとは思いました。はい。まあまあまあ、これからちょっといろいろ検証して試していこうかなと思います。とりあえず、対戦動画へどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。おー、なんか、すげえ、コンプ勢だ。で、これミラーが見えるかな？それともジーク使ってくるのかな？とりあえず行きましょうか。これどういう感じ？晴れと雨がどっちもある感じ。クイックムーブなんでまあ動きやすいしね。初手からも使いやすい。よいしょ。よいしょ。オッケー。使いやすいね。なんだこれ、サテラに交代かな？あ、ジーク。よいしょ。相手のゲージが千里眼で見えるのもいいね。使いやすい。よいしょ。ちょっとギミック怖いな。おーい。おー。このダウンなんだろう。雨だからか。いけ。おぉ。うわ、マジか。うわー、危ねえ。うわー、なんだぜ。SS か。まあ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 、これからだ。これでなんか、弾が遅くなるんだっけ。うわー、ちょっと待って。いてー、ギミック。
あ、いてって、ちょっと待って、寒天きつ。うわ、やば、ちょっと待って。待って、すげえな、もうこれマッチ棒じゃん、こんなん。よいしょ。うわ、やべえ、ちょっと待って、マジ。すげえな、ちっちゃ。うわ、うわ、うわ、うわ。おっと、なんだこれ、デュースにしてくれたのかな。ありがてえ。ありがてえが、ありがてえが、ちょっとキッチン。いや、ジーク強いな。あ、エジス溜まっとるね。あ、スルーしてくれてる。より長く性能を見せさせてくれてんな。これありがたいけど、ありがたいけど、いや、ちょっと、キッチン。いて、いて。見切る便利ですね。よいしょ。はいはい。はいはい。はい。はい、オッケーオッケー。いいね。SS ソードライト溜まんのかな。あ、溜まった。これ分かるのいいね。見切りもあるし、これ失点しないわ。よいしょ。弾も遅いからドリンクも取り行きやすいし。いや、使いやすいな。いや、強え。どこだ、ここか。うわー、ちょっと反応遅れた。ただ、使いやすいな、やっぱり。これ何だこれ。あ、これあれか。天候大雨か。荒れてんな、天候。レッグーザ来いよ、レッグーザ。グラードの海王が暴れてんぞ。ちょっと俺、いやー、いけ、オッケー。いやー、ジーク強いなー。アイセス待っとる。うわ、すげえ、やばいな。ちょ、怖い、やめて。いやー、ギミックいけ。ここだ、ここだ。ちょっと待って、取りいけない、ギミック。いやー、強え。これなんだっけ、これ。サテラの動画だよな。いや、やべって。うわー、今カーブか、ロブかと思った。まずいなー。焦れくれた。ありがたい。なんか、この動画、一つの動画で終わっちゃいそうだな。動画時間的に。いい。怖い怖い怖い。あこれ、ギミック対策してないと無理じゃないこれ。ジークきついな。怖っ。ちょ、ライフォードよりも殺意高いわ、これ。怖い怖い怖い。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。どうする？おー、ミラー来た。まあ、来る場所はわかるから。弾遅いね。よいしょ。遅え。こっちも遅え。いや、互いに遅いんか。いや、入んなきゃいいな、入んなきゃ。入っちゃった。あー、くそ。ただもう少しで SS が溜まるから。ただ面白いな、やっぱ。相手の SS が見えたら、こっちの SS ゲージもバレてんのか。あ、もう来るわ、とかバレてんのか。うわー、忘れてた。そっか、ギアショカウンターもあんのか。はいはい、3戦目。桜キアラリリカ。お、これはミラー以外が見れそう。いいっすね。よしよし、早速使っていきましょう。まあ、セレナで初手行きたいんですけど、まあ、せっかくの改正なんでね。サテラで行きましょうか。ちょっと、サテラで、もう改正終わっちゃったよ。じゃあ一旦 SS ゲージ貯めに行きましょう。貯めたらサテラかな。ちょっと重いな。あ、アウト。まあいいや。これでサテラにして、オッケー。こっち雪だからね。見えてるぜ。あー、そっか、カウンター持ってないんか。いて。ちょっと待って、ちょっと待って、前の動画の通知が来ちゃった。押せ、おいー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 、足速いー、お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 いー、やん。ノクボはちょっとしんどいかもね。対策がワンチャンあれかもね。キアラかも。ここでなんだ？キアラ？来たねー。はいはい。いやーん。いやー、きつい。キアラ、対策必要かもね。サクラとか、まあ、それこそ、セレナで。いやー、君いるよねー。
やばい。やん。きつい。スライス封印きついな。いやボロ負け。いいとこ取らないとな。はいはい、ルカとセレナとジークと。オッケーオッケー。できればルカとかセレナを使ってもらえると助かるんだが、ちょっと対面してないキャラが来てくれると助かるんだが、どうしよっかな。初手はいいや、セレナで行こっか。はいはい。あぶね。いや、ちょっと待って。やっぱこいつの感電強っ。ちょっと結構感電食らうんだけど。はい。ちょっと貯めて、サテラに変えたいとこなんだが。ここで決めちゃいたい。いけ。いやー、決まらん。オッケー。うん、いやこれちょっとダメだ、ラリーしてると長くなっちゃう。一回捨てて、サテラ行きまーす。オッケー、兄弟対決ね。あとちょっとか、 SS 次か。やっぱこの加速ボレー強えな。なんか正統派の強さって感じ。うお、座れた。はいはい、チャージなんかさせませんよ。はい、はいはいはい、強いと思うなぁ、サテラ。はい。スマム構成あれば怖くないね。あ、やべ。今は取りたかったなぁ。はいはい。はーい。いいね、強い強い強い。使いやすいなぁ。はいはい。
はい、スマムコ。オッケー。いい、強い。これは、いいわ。使ってみたわけですけど、まあ、いいんじゃないですかね。多分買っても250個を出す価値はあると思います。まあ、明確な、まあだから空中ギミックとかそういう明確な弱点はありますけど、ただその弱点は別に残りの2人でサポートしてあげれればいいので、まあそれこそセレナの、ロブとか、ロブじゃない、リープとか、あとまあサクラのギミック貼るとか、いろいろ対策しようはあるので、そういう弱点さえ補えれば、まあ、サテラは普通に使ってて楽しいし、純粋に強いし、買う価値はあるかなと思います。今回は当たれなかったですけど、当たったけど使われなかったですけど、弾遅くすることができるので、新エレンとか来ても、結構なんとかなるんですよね。動画にはできなかったんですけど、ごめんなさい。結構なんとかなるので、いや、ありだと思います。250円出す価値はあります。ということで、はい、締めが終わったところで、ここまでありがとうございました。お疲れ様です。